おはようございます。皆さんご無沙汰しております。今日はですね、ダートフリークのアーマーガードを取り付けたいと思います。あとね、プロテクターなんですけども、以前はね、ハンドルカバーをつけてたんですけども、まあ冬ちょっとね、ハンドルカバーじゃ乗りにくいので、これでなんとかならないかなという実験をしてみたいと思います。それではね、早速取り付けにかかります。今回の作業で一番難しいのはこのバーエンドキャップですね。これがいかに取り外すかです。一応こういうプライヤーで挟んで傷つかないようにして、プラスのネジを緩めるんですけども、多分一回も緩めたことない人はなかなか緩まないので、無理ならばバイク屋さんにお願いするのがいいと思います。
はい、ということで、無事にアーマーガードがつきました。ボルト4本で止まってるだけなんでね、簡単と思いきや、この右側のブラケット、ここの位置がすごく微妙で、かなり苦労しました。まあ、後でね、写真を載っけるんで、そちらの方を参考にしてください。プロテクターをつけるとこんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。